8時30分おはようございます社畜デザイナーの小鉄ですスマホの着信音で目が覚めました代理店から大量の着信が来ていますぞっとします昨日は夜中5時まで作業をしていて 仮眠を取ろうと思ってベッドに横になってからの記憶がありません額からじんわりと油汗が出てきますどうにか乗り切る方法を考えますまたスマホが鳴り響きますどうすれば正解か 脳をフル稼働させて考えます観念して電話に出ます今日朝一までに対応の作業はどうなってますかとのことです必死で言い訳を挟みながらすみません10時までに送りますと返事をします代理店の奴隷なので すすすべてのの言葉の前にすみまませんがつきます全力で修正作業をします1時間で終わらなさそうな作業量ですが今の自分ならできる気がします MacBookPro もその気持ちに呼応するように高速で動きます 9時55分なんとか間に合ったのでメールを送りますデザイン事務所に入社してから上司から急いで作るということは焦らず早く丁寧にセンスよく作ることだと叩き込まれていますその教えが生きています しばらく電池切れです急激な作業の後は心へのダメージが大きくて動けなくなりますこのまま溶けて消えてしまいそうです10時20分消滅するわけにはいかないので気力をひねり出して席を立ちます なめくじ並みの動きの遅さです。今日は少しでもメンタルを回復させるために、健康的な朝を過ごそうと思います。すでに出遅れていますが、今日の午前は有給を取っているので、少し散歩でもしてきます。日焼け止めをしっかりと腕と、 顔面に塗りりたくりますちなみにブラック企業では先ほどの朝の作業は業務時間にカウントされません老機所が来たところで社員が勝手にやっていたで済まされますメンタルを回復させるために散歩をします太陽の光を浴びて 体を動かすす。ことで、セロトニンが分泌されますセロトニンは覚醒気分意欲と関連した脳内物質でセロトニンが分泌されることで気持ちが晴れていきますさらに緑も見ます緑色を見ることで気持ちが安らぎます 人間は視覚からの情報が83%を占めています。そのため、色による情報もとても大切です。緑色は、興奮でも鎮静でもない、ニュートラルな色なので、脳に刺激を与えすぎません。セミの抜け殻も発見しました。 なぜか親近感を感じますストレッチをして体をほぐします大人になってからストレッチの重要性を知りました年々体が硬くなっていきます10時50分喉が渇いたのでコンビニにおります 目当ての品があるので探します買ってきました本当はヤクルト1が欲しかったのですがなかったので R1 で代用します乳酸菌を飲むことで胃腸をいたわります胃腸は健康の要です胃腸が弱ることで 体も弱ってメンタルも弱っていくという話を聞いたことがあります乳酸菌を摂取していますが今のところ健康になった感じはしませんしばらく虚無の時間を過ごしますこの時間も少しは前向きに慣れているんでしょうか 今のところポジティブに慣れている気はしません暑いししんどいなという感情はあります真夏の散歩という行為に疑問を感じつつありますあと鳥とセミがやかましいですしっかりと太陽の光も浴びたので ぼちぼち家に戻ります11時10分戻りました社畜の帰還ですすぐに部屋着に着替えます散歩したことで運動欲が出てきたのでもう少し運動して体を追い込みます 先日このブルブル振動マシンを購入しましたスイッチをつけると大音量で機械音声が流れます設定で音を消すこともできずこれだけでストレスがたまります高速で動き出しましたこの上に乗るだけで運動ができるという代物です 仕事もしながら足腰を鍛えられるのはなかなかいいです。尻肉が高速で動いています。適度な筋トレでメンタルを回復させます。運動するとエンドルフィンという幸福感を感じるホルモンが分泌されるようです。イルカみたいな名前です。 その他にも運動には基礎代謝の向上、免疫力の向上、血流が良くなるなどいいことずくめです。こうしている間にもドルフィンたちがドバドバ分泌されています。さらにフォームローラーで凝り固まった背中と腰を破壊します。 拷問のような辛さですがこの苦痛が病みつきになります労働に近い感覚です11時28分程よく運動もしたのでシャワーでも浴びます午前中を取得しただけでかなり時間に余裕があります シャンプーも模索していて初の炭酸シャンプーも取り入れてみましたふんわりした泡ができました生クリームのような質感ですもっとメントール感があってすっきりするかと思いましたが大したことなかったです心なしか気持ちいいくらいの感じです 炭酸シャンプー探しはこれからも続きそうです。気持ちよかったです。毎日こんな朝を過ごしたいです。シャワー後にプロテインもいただきます。今までマイプロテインで購入したプロテインを飲んでいたんですが、甘味料に慣れてしまって、 どんどん甘いものを欲するようになってしまいましたなのでプロテインも健康のため買い替えました人工甘味料不使用のプロテインです乳臭い独特の風味がありますがアーモンド効果と割ることでとてもおいしくなりますプロテインを片手に ベランダに出ます日向ぼっこしながらタンパク質を摂取しますメラニン色素を発生させながら飲むプロテインは格別です東京のベランダは生ぬるくて排気ガス臭くて不快です十一時 50分これ以上外にいると心がもたないので部屋に戻りますまだまだ心をリラックスさせます次は香りによってメンタルを回復させますこの前無印良品のお香を大量に購入しました。 リーズナブルなので助かります無印のお香は古民家のような香りがして好きです特にヒノキの香りが気に入っています11時56分さらにハーブティーも入れようと思います ハーーブティー用に突っ張り棒で空中に棚を増設しましたありとあらゆる手段でメンタルを回復させますソファーを置いたりしておうちカフェのような空間を作りたいですいただきますバニラの甘ったるい味がします ハーブティーなのに飲んでるだけで虫歯になりそうです気持ちが安らぐかどうかは不明です12時ハーブティーをすすりながら業務を開始します無事に心のエネルギーも完全に回復したので午後の仕事も 頑張れそうです結局この日は午前中の遅れを取り戻すために夜中3時まで働きました本日もご視聴ありがとうございました